はい、酒好きの元新潟町の飲酒動画です。今回は、白ワインですね。王様の涙の白ワイン。前回は、こちら赤ワインだったんですけど、同じね、あの名前のね、王様の涙の白ワイン。アルコール度数が 11% と、赤ワインよりも低いですね、2%。こちらほのかに甘口と書いてあります。原産国がスペイン。容量が 750ml。酸化防止剤と保存料が入っていると書いてあります。値段が約500円ぐらいですね。うん。アマゾンでね、レビューが高かったんで、買ってみたんですけど。そこら辺のスーパーにね、普通に売ってたんで、買ったんですよ。まあ、こちらも常温なんで、ちょっと、冷やした方が多分うまいんだろう。でも特に裏側には冷やしてお飲みくださいとか、冷やした方が美味しいですとかは一切書いてないんで、ちょっとわかんない。それでは乾杯。ああ。はい、ほのかに甘いですね。あんまり渋くはないですね。赤ワインの方が明らかに渋さがあります。うん、甘口。甘口の白ワインみたいな感じ。甘い、ちょっと甘いですね。これは、どうなんだろうな。あんま物足りないかもしれないですね。ワイン好きな人って大体ほら赤ワインとかの方が好きじゃないですか。白ワインってあんまり人気ないですよ。結局あんまり渋みがないのと、まあ、コクがないので、やっぱあんまりあれなんですよね。白の方がおそらくあんま売れないと思います。ワイン好きな人で赤ワイン飲めないわーっていう人絶対いないもんね。まあ俺はワインあんまり好きじゃないんですけど。やっぱこれ物足りないですね。なんか物足りなさがあるね。甘口で飲みやすいんだけど。これは物足りないですね。まあ値段が500円で。一応 Amazon のレビューも見てみますか。こちらですね。こちらが、34件。34件のカスタマーレビューで、だいたい、3.9 星です。やっぱり赤の方がレビューが多い。まあ値段が500円以下ですね。そこら辺に売ってる、まあレベルの。テーブルワインの最高傑作って書いてあるから。500円で最高傑作言っちゃう?みたいな。ワインは、辛口が好みですが、購入後ほのかに甘口とあり、少しがっかりして飲み始めました。思ったより甘すぎずフルーティーで、爽やかで美味しかったです。と書いてあります。まあちょっとこれだったら俺個人的に、やっぱ赤ワインの方がうまいような気がするな。渋さも含めて。これだと物足りないですよ。なんか。ワイン飲んでるっていうよりほとんどブドウジュースのマスカットジュースのパクリみたいなやつを飲んでるような感じです。コクはほとんどないでしょう。甘みはまあそこそこありますね。香りはそんなにないです。まあこれは微妙ですね。2323です。ご視聴ありがとうございました。